さくらファミリー Vlog。 有馬温泉にやってきました。はい。ここは太鼓橋さん。わあ、結構すごい今日は水の流れが。水の流れがすごいわ今日。滝のようになってるね。はい。炭酸せんべいな。はい。熱いので、はい。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 ありがとう。食べちゃった。5秒経ちました。5秒経ったわな。うん、すぐすぐ。暑くて食べられない。暑かった。さくらも食べる。おいしいよ。おいしいやろ。おいしい。柔らかくてシャリシャリ。皮おこやな。天ぷら？うん。美味しそうやな。キュウリの本酒。可愛い。有馬玩具博物館。金の湯までやってきました。有馬。ひょうたん。わあ、足湯。足湯も飛んでます。すごい。お湯入ってるのこれ。お湯少ない？少ない。あれ、お湯少ないか。ちょっとやな。うん。ない残念でも残念だそうか今日せん、はい、かりんとうかりんとうまんじゅうかりんとうまんじゅう、はい、とあちぃ酒まんじゅう、はい、酒まんじゅう、こんな感じ。熱々あんこいっぱい、かりんとうまんじゅう、かりんとうまんじゅう、どうぞ。いただきます。あっさりや、またあっさり、うん、おいしい、おいしい、うん、カチカチ、カチカチ、周りはかりんとうです。さくらまんじゅうはふわふわかったけどね。当たり前や、これはかりんとうなんやから。大黒屋さん、松茸昆布、松茸、わ、本当に松茸や。一休さん、気持ち屋さん、まんじゅう、うん、まんじゅう屋さん、これや、ここや、ここや、コロッケ買おうか。こっちコロッケ、唐揚げもあるけど、さくらは唐揚げ、私か玉子1700、一つずつコロッケ2個、
いやあ、一つでいい。ミンチ食べる？私ミンチいらんで。うん、だから一つずつ。コロッケ。いただきます。はい、どうぞ。揚げたてサクサクです。どうぞ。はい、では。いただきます。いかがですか？普通の肉屋さんの牛肉？芋。牛肉入ったやつ？芋です。肉屋さんの牛肉？芋。牛肉入ったやつ？芋です。コロッケ。うん。芋の味。そう。はい。では、今度はこっちはミンチカツね。はい。ちょっと平べったいに。いただきます。はい。どうですか？うん、美味しいやろ。肉っていう感じかな、肉肉しい、私はでもコロッケの方がこっちが好き、こっちの方が好き。ちょっと味見させて。コロッケ、コロッケ甘いな、うん、甘くて美味しい。ごめん、わ、かわいい。にゃんこ招き猫占い中。どういうと、こでこっちはここ、ここ、あーここ靴屋さん、旅行用の靴。どこれこれ、ふわなりの言う、ふわなり宣言。おお、営業中って書いてる。水、せいろ蒸し、せいろ蒸し、さくら、有馬薬膳、寺田町界隈。かわいいな、あの絵。塩とごま入れのミュージアム。胡椒ちゃんのごま、あ、胡椒か、ごめん、胡椒入れ。唐揚げ、やっぱり唐揚げの匂いすると思ったら唐揚げや。唐揚げ買う。ヤッピー、ちょっとそこへ座られそうまで食べるか。はい、はい、食べよう。レモン絞っていい？こっちの方絞る。うん、絞ってほしい。いい匂いするね。ね、山椒の匂いもすごい。山椒がな、山椒をいただきます、はい。おー、山椒が効いてる。そうやろ、すごい匂いしてるの、山椒。おいしい。さくらもおいしいね。あかんあかん。しびれる？しびれてる。しびれてるそうです。これ違う。白だし。え、誰食べるのこれ。あ、これは予算時。食べたいな。二階席もあるんかね。いつか食べに行きたいね。レストラン飲んでるなあ、おしゃれホテル待ってる、6個、飲食バーみたいな全部ある。飲んでるさん来た、はい、最近の到着です。なあ、しんど、
無関係がお得。残念、おやつみ。はい、残念の巻。はい、焼き栗さん、おやつみ。日本一のジェラートさん、はい、名前なかったっけな。とピンクグレープフルーツ1位と2位です。これな、はい、ママうちは、塩キャラメルマスカルポーネと1位のミルクです。はい、ではいただきます。まず塩キャラメル、はい、マスカルポーネから。あ、美味しそうなとこ食べる。ここね、はい、はい、いただきます。いかがですか。美味しい。濃厚。美味しい。次はミルク。ミルク。はい、これ人気ナンバーワンね。はい、いきます。美味しい。こっちがグレープフルーツ、ピンクグレープのサイダー。はい、あ、美味しい。スッとする。スッとする。わかるわかる。炭酸せんべい、いい匂いするな。いい香り。パリパリパリって終わるんやな。なあ、鉄砲水有馬サイダー、はい、とみたらし団子のきなこ仕立てです。美味しそう。これ美味しそうやもん、はい、食べたかった。はい、よかったね。美味しそう、巡り合えて。はい、はい、思ってたよりものすごい柔らかい。うん、みたらしがあんまり甘くなくて、きなこはちょうど、はあ、美味しい。甘みがあまりない。なんか独特な味。そう、なんか独特な味よな。なんかね、ちょっと鉄っぽい。温泉入ってるのかな。こっちが入り口。カレーうどん専門店。見た。見て、お座敷が超極狭。くつろぎ屋、湯煙蒸し。満腹コース、くつろぎ窯。